はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。結論から申し上げますと、ウクライナはロシア・クルスク州の制圧した地域を事実上併合するか、自由ロシア軍団など新ウクライナ派勢力による自由民主主義の新国家樹立などを行う可能性が考えられます。これはロシア・プーチン政権にとって体制維持の問題に直結する極めて重大な事態とみられます。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ空軍機がクルスク侵攻に参加。滑空爆弾でロシアの指揮所爆破。ウクライナ空軍もロシアの滑空爆弾と少なくとも同等の射程と命中精度がある衛星誘導の滑空爆弾を保有している。13日、ウクライナ空軍の戦闘機がアメリカ製のジェーダム滑空爆弾をクルスク州内の目標に投下する様子とされる初の映像がソーシャルメディアで共有された。この戦闘機はクルスク州の前線から数キロメートル北の町チョトキノにあるロシア側の指揮所を攻撃したと伝えられる。日本時間8月15日午後9時の報告。ウクライナはクルスク地域の82の集落を支配している。ロシア・クルスク地域に緩衝地帯を設置することはウクライナの国境地域をロシアの砲撃から守るための措置であるとクリメンコ内務大臣は述べた。ウクライナはクルスク地域に軍司令官事務所を設置した。ウクライナ軍の総司令官オレクサンドル・シルスキー将軍によれば、同事務所はエデュアルド・モスカレフ少将が指揮する。これは最高司令官参謀会議で発表された。このように報道されております。ウクライナのクリメンコ内務大臣がロシア・クルスク地域に緩衝地帯を設置することに言及し、さらにウクライナの最高司令官参謀会議でロシア・クルスク地域に軍司令官事務所を設置すると言及していることは注目されます。さらに次のような報道がされております。クルスク州に緩衝地帯、避難回路を設置を計画。ウクライナ高官。ウクライナの高官らは14日、ウクライナがロシア西部クルスクに緩衝地帯を設け、人道支援や民間人のための避難回廊の設置を計画していると明らかにした。ゼレンスキー大統領は、人道面での状況のほか、6日に開始した越境攻撃でウクライナ軍が占領した地域に軍事関連地帯を設置する可能性について、高官らと協議した。高官らによると、国際的な人道支援組織が現地に入れるよう手配する方針。赤十字国際委員会や国連が含まれる可能性が高い。クリメンコ内相は、クルスクでの緩衝地帯の設定は敵の日々の攻撃から国境のコミュニティを守るための措置だと投稿した。ロシアのプーチン大統領も5月にウクライナ北東部ハルキウでロシア軍が緩衝地帯を設定していると言及していた。このように報道されております。これらのことからウクライナがロシア・クルスク州に緩衝地帯の確保を考えているとみられます。緩衝地帯を設けるということは2つの事柄が可能性として考えられると思います。1点目、ウクライナ軍が制圧したロシア・クルスク州の制圧地域を管轄するウクライナ側の行政府機関を設置し、事実上ウクライナに併合する。2点目、ウクライナ軍が制圧したロシア・クルスク州の制圧地域に自由ロシア軍団など新ウクライナ派ロシア国民による新たな自由民主主義の国家の樹立を宣言する。そしてその新たな国家をウクライナが国家承認し、 NATO に加盟しているバルト三国なども国家承認する。こうした2つの可能性が考えられると思います。他方ですね、ロシアプーチン政権は軍事侵攻を続けるウクライナの東部と南部の4つの州の併合を一方的に宣言しています。そしてウクライナ東部のドネツク州とルハンシク州、それにウクライナ南部のザポリージャ州とヘルソン州の4つの州の占領地域で住民投票だとする活動を強行しました。4つの州の占領地域では通貨がロシアのルーブルに切り替えられたほか、住民にロシアのパスポートの発給が行われてきました。ウクライナ側としましては、対抗措置としてロシア・クルスク州の制圧した地域を事実上併合し、ウクライナのパスポート発給を行うなど、そうしたことを行う可能性も否定できないように見えます。 ISW は次のように報告しております。ウクライナ当局はクルスク州で進行中のウクライナ軍の作戦について議論を続けており、ウクライナがもたらす可能性のある政治的影響についての解釈を示している。ウクライナのゼレンスキー大統領は8月14日ウクライナ当局者と会談し、クルスク州の状況の安全保障、人道支援、軍事面について話し合った。ウクライナのオンブズマンドミトロ・ルビネツ氏が会談に参加し、
ウクライナ軍が自衛目的でクルスク州に緩衝地帯を形成したことを強調した。このように報道されております。ウクライナ軍はロシアクルスク州で3日間で、ロシア軍がウクライナハルキウで3ヶ月かけて獲得した領土よりも多くの領土を獲得しました。そしてプーチン大統領は5月にウクライナ北東部ハルキウでロシア軍が緩衝地帯を設定していると言及しましたが、現状失敗しております。他方ウクライナ軍は8月6日から始めたロシアクルスク州への進撃で、現状約1200平方キロメートル、東京都の約半分強の面積を制圧、緩衝地帯とすることに成功しつつあります。もしウクライナ軍が制圧したロシアクルスク州の地域をウクライナが事実上併合したり、または新たな新ウクライナ国家が誕生するということになりますと、これはプーチン政権としては非常に厳しい情勢に追い込まれることになります。もしそうした事態が発生しますと、ロシアプーチン政権としては一方的に侵略併合したウクライナ4州とウクライナが制圧したロシアクルスク州の地域を互いに交換領土返還するという交渉に応じざるを得ない可能性があります。もしこうした情勢になりますと、これはプーチン政権の事実上の敗北を意味すると考えられます。こうなりますと、まさにウクライナゼレンスキー政権はプーチン政権に倍返しする形になると考えられます。こうした中、ウクライナ軍はロシアクルスク州へ増援部隊を送っていると報道されております。ウクライナ軍クルスク侵攻に2個空挺旅団を増派、損害被るも勢い衰えず。ウクライナによるロシア西部クルスク州への侵攻が8日目を迎える中、ウクライナ軍のさらに2個旅団の部隊がこの越境攻撃に参加した。空中強襲軍空挺軍の第82独立空中強襲旅団と第95独立空中強襲旅団だ。空挺軍部隊の増援により、ウクライナ軍のクルスク侵攻部隊は6個旅団の一部か全てと、2個独立大隊、支援するドローン部隊や砲兵部隊、偵察部隊、特殊部隊という構成になったようだ。総勢1万5000人近くかもしれない。ウクライナ軍は兵力を増強したことで、ロシア側も増援部隊を送り込んでいる中でも侵攻を長引かせていくことができるかもしれない。ウクライナ当局がすでにクルスク州の占領地域を管轄する行政府機関の設置について話していることも踏まえると、同州で長期的にプレゼンスを保つことが目的の一つなのは明らかだ。ただし、それはウクライナ軍が占領地域を保持できればの話だ。このように報道されております。対してロシア軍側もですね、自動車化狙撃部隊や空挺部隊、海軍歩兵部隊など少なくとも9個の連隊旅団の部隊で応戦していると報道されております。総兵力はウクライナ軍の部隊と同規模かそれ以上かもしれないと報道されております。ただですね、ここで重要なのは、ウクライナ軍はですね、精鋭の旅団装甲車両600両規模にも及ぶ、つまりは機械化旅団でロシアクルスク州に進撃しているという点です。他方ロシア軍はですね、戦車装甲車が不足しているという情勢がありますので、ちゃんとしたですね機械化旅団が組めていない可能性があります。ですので戦車歩兵戦闘車装甲車両そして歩兵というですね、こうした旅団を組んで進撃しているウクライナ軍に対して、ロシア側は戦車などが不足しているとみられ、つまりはですね、ウクライナ東部で展開しているような歩兵主体の突撃作戦ということを行っても、これはロシア側にとって厳しい戦いになると考えられます。ただですね、そうは言ってもロシア軍も塹壕などを築き防御陣地を固め、その上で歩兵を主体とした突撃作戦による人海戦術を展開してくると考えられますし、またウクライナ軍も損失を出していると見られますので、今後ウクライナ軍がどこまで制圧地域を広げられるのか、そしてその後広げた制圧地域を制圧し続けることができるのかどうか、これがですね大きなポイントになってくると思います。ウクライナ軍のロシアクルスク州への進撃は大きな正念場に直面していると見られます。こうした情勢の中、ウクライナ軍のロシアクルスク州への進撃はロシア経済、ロシアの国内情勢に大きな混乱をもたらしていると見られます。クルスク戦線の最新情報、ロシアの情報筋は少なくともさらに8つの集落の支配を失ったことを認めたばかりで混乱状態にある。ウクライナ軍はロシア・クルスク州の主要なリゴフ高速道路に迫り、重要な補給線を遮断している。
ロシア・クルスク州での作戦地域は1200平方キロメートルに拡大し、ウクライナ軍は着実に勢力を伸ばしている。ロシアはウクライナの最前線とロシア国内から必死に援軍を引き上げているが遅すぎる。この陽動作戦はすでに成功している。このように報告されております。この報告の中に出てくるウクライナ軍はロシア・クルスク州の主要なリゴフ高速道路に迫り、重要な補給線を遮断しているという報告は重要です。ロシア・クルスク州中西部ルゴフスキー地区にリゴフという町があります。リゴフにはですね、鉄道の貨物駅があります。リゴフからはロシア・ベルゴロドへとつながる路線、モスクワ方面につながる路線、そしてベラルーシ方面に向かう路線などがあるとみられます。つまりロシア・クルスク州リゴフはロシア国内の鉄道輸送もロシア軍の鉄道兵站輸送路線、そしてロシアからロシア国外への鉄道貿易としても重要な拠点になっているとみられます。このリゴフの主要道路、これはですね E38 道路のことを指しているとみられますが、にウクライナ軍が迫っているということはリゴフの鉄道機能にも影響しているとみられます。 ISW は次のように報告しております。ロシア・クルスク州で進行中のウクライナ軍の作戦はロシア国内において明らかに防衛、兵站、安全保障への影響を生み出している。マクサーが8月12日に収集した市販の衛星画像にはリゴフ南西の E38、 リゴフ、リルスク、フルヒフ高速道路、スジャ北西沿いに塹壕や車両用溝など新たに掘られた一連の野戦要塞が映っている。8月13日に公開され、8月6日から11日の間に収集された追加の衛星画像にはリゴフのすぐ南にある 38K024 高速道路の近くに最近出現した野戦要塞が示されている。これらのロシア軍の新しい要塞はロシア・クルスク州におけるウクライナ軍の進撃の再遠距離の限界から約17キロ北にあり、これはロシア軍がクルスク州内でウクライナ軍の機械化旅団が継続的かつ急速に北進を行う可能性を懸念していることを示唆している。ロシア軍は特に主要高速道路を懸念しているようで、特に E38 と 38K ルートに沿った重要な作戦行動または兵站活動の用途に利用できる後方連絡線を予防的に保護し、ウクライナ軍の機動を阻止しようとしている可能性が高い。ウクライナのクルスク州での作戦はロシアの鉄道物流にも影響を与えていると報じられている。ベラルーシ鉄道労働者コミュニティは8月13日、内部情報筋によると、ロシア国営鉄道会社、ロシア鉄道がベラルーシ国営鉄道会社、ベラルーシ鉄道に対し、8月12日からクルスク州方向への大規模な部隊作戦移転と軍事物流目的での貨物列車の移動のため、ベラルーシ鉄道のすべての駅からモスクワ鉄道のオリョール・クルスク支線沿いの駅への列車の方向転換を停止するよう通知したと主張した。このように報告されております。この ISW の報告の中にあるリゴフのすぐ南にある 38K024 高速道路の近くに最近出現したロシア軍の野戦要塞があり、これらの新しい要塞はロシア・クルスク州におけるウクライナ軍の進撃の再遠距離の限界から約17キロ北にあるという指摘は重要です。これはリゴフという町がウクライナ軍のハイマースの射程圏内に入った可能性を示唆しています。つまりウクライナ軍はリゴフの貨物駅をハイマースで狙える可能性があります。ハイマースであればドローンよりも強力な唾液を加えることが可能になります。つまりウクライナ軍がロシア・クルスク州のリゴフの鉄道ハブを射撃統制下に置きますと、ロシア経由のベラルーシへの鉄道貿易が遮断される可能性があります。これは中国などからロシアを経由してベラルーシに行く鉄道貿易なども含まれると見られています。つまりウクライナ軍がリゴフに迫り、リゴフの鉄道ハブを射撃統制下に置きますと、ロシア経由のベラルーシなどへの中国からの鉄道貿易が崩壊する可能性すらあると見られています。これはベラルーシや中国の貿易経済活動に大きな下押し圧力になる可能性があります。つまりそのことはルカシェンコ政権、習近平政権にとっても打撃になると考えられます。こうした中、ベラルーシのルカシェンコ大統領は次のように述べています。日本時間8月15日午後9時の報告。ルカシェンコ大統領、交渉のテーブルについてこの争いを終わらせよう。ウクライナもロシアもベラルーシもそれを必要としていない。このように報告されております。ルカシェンコ大統領が
今のタイミングでこういう反応を示しているということから、ウクライナ軍がロシア・クルスク州のリゴフの鉄道ハブに迫っていることがどれだけベラルーシにとって危機的状況であるかということを象徴的に示しているように見えます。またウクライナ軍がロシア・クルスク州のリゴフに迫ることで、ロシア国内の鉄道輸送にも大きな影響が出るとみられます。ロシア国内の鉄道輸送が停滞するということがありますと、運送費の値上がりを起こし、それがあらゆる商品の価格に転嫁され、物価が上昇する可能性があります。さらに現状、ロシアの鉄道はベアリング不足に直面し、ロシアの鉄道車両の約 40% が停止したと報告されております。こうしたことは、現状インフレ圧力に直面するロシア経済にさらなるインフレを引き起こす可能性があります。ウクライナ軍がロシア・クルスク州リゴフの鉄道拠点を射撃統制下に置くか、リゴフの鉄道車庫などにハイマスなどにより攻撃を行うということがありますと、ロシア国内の鉄道網、ロシアを経由したベラルーシ方面などへの鉄道貿易、リゴフからベルゴロドへ向かうロシア軍への鉄道兵隊輸送路線など、さまざまなロシアにとって極めて重要な路線が大きな打撃を受けるとみられます。これはロシアの貿易にも大きく影響する重大事とみられます。ウクライナ軍によるロシア・クルスク州への進撃はプーチン政権の体制基盤を揺るがしているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき、誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。